んにちは、アイです。今回はアナと雪の女王2の可愛いイラストデザイン集の動画を撮ってみました。左ページには書き方、右ページには手帳活用術を載せています。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速スタート。まずは簡単な葉っぱからのご紹介です。1、2、3で完成して、4番目は色を付け足したバージョンを描いています。このような葉っぱは緑で塗れば春から夏の葉っぱになって、赤で塗れば秋から冬の葉っぱに変わります。次は雪を描いていきます。簡単な雪の描き方は以前の動画でもご紹介をしています。今回は少し複雑なアナと雪っぽい雪の描き方です。カクカクしたひし形を描くと少しゴージャスな雪の結晶に早変わりします。でも細かい作業がとても難しそうに見えますね。実際描いてみるとそこまで難しくはないです。雪の結晶は青とか水色、紺色、シルバー、ゴールド、グレーなどの色をいろいろ使うと雰囲気が変わるので楽しいです。メタリックペンやジェルペンなどがあると立体的に見えて可愛くなると思います。今回はブルーのメタリックペンで色付けをしてみました。全体的ではなく部分的に色付けをしています。次も雪の結晶を描いていきます。この雪の結晶は一つだとあまり可愛くないですが、たくさん集めるととっても可愛い雪に変身します。次はオラフの描き方です。鼻を描いて口元を描いて輪郭を描く。鼻を描いて口元を描いて輪郭を描く。最後に目と眉毛と頭の上3本を描くという流れです。では最初から色付けまでゆっくり見ていきましょう。鼻を描いて口元を描いて輪郭を描く。その後に目を描く、頭の上を描く、眉毛を描く。では色付けをしていきます。花は赤の人参なので赤色っぽい色を選びましょう。体は雪なので今回はシルバーを、グレーを選びました。頭の上は木が刺さっているので茶色を描いています。あとおまけで体を描いています。最後はスノーギースという小さな雪だるまを描いていきます。風邪をひいたエルサがくしゃみをするたびに生まれてくるというユニークな設定の小さい雪だるまです。ということで左ページには 1,2,3,4,5 5つのイラスト、この描き方をご紹介しました。続いて右側には実際に手帳にはどのように活用するのかというところをご紹介していきます。まずはマンスリーカレンダーの活用例です。オラフは顔全体ではなくて一部分を描くだけでもとっても可愛いです。葉っぱは小さく描いたり大きく描いたりして強弱をつけるとさらに手帳を楽しく使えるかなと思います。予定がない日はこのようにオラフの顔をした半分を描いたりしてパズルのように楽しむのもありかなと思います。
スノーギースはとっても簡単なので、大きく描いたり小さく描いたりたくさん描いてみてください。黒のボールペン1本で描いてもこんな感じで可愛くなります。でも今回は色付けをしていきたいと思います。先ほどと同じように、雪はシルバーじゃなくてグレーの色を使って色付けをしています。葉っぱや人参は赤っぽい色を使って色をつけています。冬のイラストにはシルバーのメタリックペンを使うのが好きなので、キラキラっとした色を葉っぱの色で塗ってみました。マンスリーページを少し色付けするとこんな感じで仕上がります。次はウィークリーカレンダーに進んでいきます。ウィークリーカレンダーは1行ずつ使うのではなく、大胆にたくさんの枠を使ってオラフ全体を描いています。今回はすべて左ページに描き方を載せている通りの表情にしてみましたが、目を閉じたり手を上げたり下げたりすると動きが出てとても可愛くなるのではないでしょうか。ということで両腕を上に上げてみました。両枝かな。オラフの周りには雪やスノーギースなどの雪だるまをたくさん描くとキラキラして可愛いです。もし雪の結晶を描くのがとても難しい場合は、丸を描くだけでも可愛いかなと思います。雪がパラパラ降っているような丸か、もしくはドットちょんちょんちょんとペンを置くだけでも可愛くなるので、やってみてください。アナ雪を見た月をこのようにオラフや雪でアレンジするのも可愛いですし、アナ雪を見た1週間をアナ雪デーとしてカスタマイズするのも可愛いかなと思います。バレットジャーナルのセットアップにも使えるイラストなので参考になれば嬉しいです。色付けは今回のようにブラッシュペンで影を作りながら色を塗ったり、色鉛筆やもしくは水彩絵の具などを使っても可愛いかなと思います。ちなみに私が使っているブラッシュペンはすべてダイソー100円ショップで買ったものです。この枝を塗っている茶色いブラッシュペンもセットに5本セットだったかなになっていたものです。最後はどんどん細かい雪を描いてキラキラさせていきます。このイラストのアイディアはインターネットを検索してアナと雪の女王の公式ページを見て考えてみました。一つ描くだけで手帳がちょっと華やかになるのですごくおすすめです。はい、ということで完成しました。左ページには書き方、右ページには手帳活用術を載せています。私はこの活用術を書くのがとても楽しいので、この他にもコーヒーとかケーキ、惑星だったりポケモンやキティちゃんなども書いていく予定です。ぜひ楽しみにしていてください。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。